俺たちの戦争が始まる。侵略ゾンビだ。ここは？あ、なんか重要そうな穴ありますよ。またゾンビ入ってきたな。うわわ、もうカクカクで動くね、アメリー。金庫がある。ナンバーで開くタイプのようだ。研究員のパズルを解く。研究員の親切に甘える。パズルって何？あれか、あれだね。はい、あれだね。ナンバーが違うようだ。あ、なんか拾った。なんか拾った。なんか拾ったのに。なんか拾ったけど、来たから、とりあえずやります。ほら、よっと！もう邪魔だ！よくわからんな。どっちにしても、パスワードを解く鍵がないと。ただ、なんか1個は見つけたよね。なんか2が46みたいな。あれ以外の何か人形のさ、あ、手紙？ある研究員の手紙。これ読めばいいのか。さっき拾った手紙だよね。ある研究員の伝言。事故のせいでこの旅館は一瞬にして地獄と化した。奴らは生きるために食べることだけを考え行動している。私の仲間何人も殺され奴らの仲間となった。すぐ後ろで扉を叩く音がする。私の人生もあとわずかだ。だがこのまま死んでは何も残る前、パズル好きな私はある面白いパズルを作る。だからパズルにすんなって、そういう重要なものは。無駄と分かりつつ施した隠蔽工作が人生最後の楽しみに使われた世の中何が役に立つか分かる。クレイジーボーイ。この研究の真実を知ろうとする者たちが必ず現れると思う。もちろん迷い込み脱出を目指している生存者たちもこれをぜひ解いてほしいと思う。パズルの内容は至って簡単。今から私が隠した金庫のナンバーの一部がある場所を言う。君たちはそれを探してくれればいいだけだ。金庫の中身はこの旅館の鍵を入れておいた。ああ、運が良ければそこから真相にたどり着ける。町の外でも脱出できるかもしれない。それでは問題を言おう。金庫ナンバーの隠し場所。あーい、はいはい、酸素の多い箱の裏と、演奏会の常連客のポケット。エボニー&アイボリーの裏。あー、なんか1個は見つけたよね。2の46っていうのが多分パスワードなんだと思うけど。1から3の12金庫のナンバーを入れればそれで開くはずだ。私はこの伝言を書き終えたら、このパズルで悩む者たちの顔を目に浮かべながら人生の幕を閉じようということで。まあ、とりあえずパスワード。ん？追伸。バカバカしい。最後に一つくらい親切をしてもバチは当たらない、ないだよね。金庫は11、11、11でも開くようにしといて。ええー、!11、11、11でも開くの？今なら私が命がけで旅館中に置いて回ってヒントを見て金庫を開けてくれ。私がこのように残す最後に。え、11、11、11で開けたいんだが。素晴らしきかな我が人生ということで。マジでパスワード解く必要もないのか ?11、11、11ってやったら。しかしな、せっかく見つけたから、なんか探索中に見つけられたらちょっと、やってってもいいよな。あー、邪魔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 。ぶね。体力増強剤。増強剤どんどん使ってこう、もう。これもう、伸びたをもう、化け物にするしかもう生き残る道がない気がする。ブルーハーブレッド、ありがとう。研究の資料科学。ここら辺はもう何もなさそう。だね。だねだねだね。はい、ってことで、ここで、拾うやん。拾ったら、まずはここを。あいつ、こいつを。ここ寄せるのありだよな。全然。あ、なんかここにある。複数の敵を相手にするときに壁を背にするのは相手が自分よりも弱いときには有効である。壁を背にすることで奇襲を防ぐことができること。ほーん。しかし相手が強いときに壁を背にするのは良くない。自分から脱出路を断つようなものだ。あっという間に取り囲まれ袋叩きにされるだろう。生き延びたければ動き回ることだ。絶対に囲まれる。めっちゃ俺囲まれてんな。今までと囲まれても、もうゴリ押しで生き残ってきたわ。相手の動きを読み、先回りして、振り返る石の隙をつけ。なるほどね。だが注意しろ。モンスターの放つ殺気は強烈だ。何らかの拍子に思わず向き固定移動を解き、背を向けて、逃げてしまっていることもある。なるほど。一旦武器を構え直し、落ち着きを取り戻すことも時には大切だ。再び向き固定ができるはずだ。はいはいはい。冷静に自分の姿を見つめるんだ。恐怖に負け自分を見失った時、君は闇に引き込まれる。めっちゃ怖いこと言うやん。なんて長々書いたけど、君じゃこんな長文理解できないか。あはは。DKSG。あ、なんか、これ DKSG って、たびたび出てくるんですけど、これどうやらできすぎっぽいよね。できすぎ DKSG。まあ、できすぎの、この、偏った愛情が手紙になってのび太に刺さってます。DKSG って誰だ？もう分かったからいいよ。はい、ってことで、植物園今度こそ見ていこう。救急スプレー。ここら辺に多分パスワード何かあるでしょう。なんかないかな。ほら、箱の裏に小さな紙切れ。ナンバー172。70ミニを見つけた。まあ、電子ロック。あ、ここは電子ロックか。オッケー。そうだ、ここにもパスワードあるから、ここも見たい。だよね。小さな紙切れ。ナンバー329。
ってことで、俺パスワードは多分全部わかったから、ま、ちゃんと成功法でパスワード解いていきましょうか。はい、一つ目ということで。一つ目は確か72で、二つ目が46。で、三つ目が29だった気がする。俺の記憶が正しければ。どうですか？開きましたね。大広間かり。さすが俺の記憶力だぜ。ここですね、102号室。よしよし、オッケー、入れ。やべえ、こいついんのかよ、よりによって。地獄、ちょっと待って、地獄が過ぎないか、このゲーム。今気づいた、地獄が過ぎるわ。しかし、こいつは倒す。何があっても。グレネードランチャーね、さっき装備しようとしたらね、この武器は重くて使えない。せめてパワー手袋みたいなものがあればってことでね、パワー手袋ないとグレネードランチャーが装備できないっていうちょっと仕様になってて、結構使いづらいんだよね。まずこいつはやっときたいよな。さすがのさすがに。やられるわけにはいかねえんだ俺は。ちょっと離せ。あれ、おら、よしよしよし。とりあえずここでゆっくりと、ゆっくりと見てこう。で、こっちだな、問題は。弾あるよな。とりあえず、こいつら全員やるしかねえか。よし。あと1体も。よし、華麗に倒していく。ショットガン、ここで無駄打ちしたのは良くなかったかな。はい。心力増強剤。心力増強剤ってなんだ？まだ体力増強剤あって、あ、TP の最大値上げれんだ。オッケー。上げとくか、一応。よし、これで、あと開けてないところは、管理人室の鍵ぐらいだから、管理人室の鍵ってでも俺まだ持ってねえよね。資料室大ひ、うん、そうだね。大広間の鍵も使っちゃっていいかも。よし！邪魔だ！ドッケドッケドッケイ！ってことで、多分ここら辺だよね、大広間って。こっちかな？あ、ここだね！この鍵はもう必要ない。多分本編だから、本来の伸びはずだとここでボス戦なんだけど、伸びた！誰だ？うわぁ、ケンジ！おいおい、ピアノのケンジじゃねえか。その傷一体何が？伸びたー、早く逃げろ。この矢は危険だ、早く。マジかよ。どういうことだ？一体何が危険なんだよ。青い化け物の、ん？青い化け物に閉じ込められた。青い化け物？青い化け物？早く出ろ！扉が、青い化け物って、今度はなんだ？え？あー、あー、こいつか。なるほどね。はい。ち、手遅れ、か。あー、ケンジ、あー、うわー、ケンジさん、マジか。おい、ケンジが死んじまった。倒すしかない。マジか。おい、今の俺いけるか。ちょ、3体いるじゃねえか。やばいやばい。おつけ、ショットガンでやれるか。待って、ちょっと待って、一旦待ってね。そうだ。特殊技能があるじゃないか、俺には。集中がある。応急処置。ポンコツ度10で取得。HP を少し回復。そんなのいらねえ。10秒間構え解除時、見切り継続。集中。収集使うわ。おい。とりあえず。あー、ちょ、落ち着いて。あー、ちょっと、外すのやめて、伸びた。伸びた、外すのだけはやめようね。弾ないじゃないかも。やばい、体力もやばい。じゃあ特殊技能の応急処置使おう。これ全部使っちゃっていいか。で、待ってね、装備変えます。いやー、何がいいんだ。もうない。いや、あえて包丁ありだよね。いや、みんな俺は包丁使うわ。やっぱこういうのって、大事なものって結局ゴリ押し戦法なんですよ。この動き。さあ、動け。伸びた。よし、ナイス。やっぱりお前はナイフだ。そうだよ。ケンジが倒されたんだから、やっぱり。敵討ちはナイフしかないっしょ。倒せた。ごめんな、ケンジ。いや、ダメじゃん。何してんの。嘘だ。こんなことってあるもんか。まずい。おっと。おー、危ね。助かった。大丈夫か、伸びた。誰だ。あー、ジャイアン。助けに来てくれたんだ。ジャイアン！伸びた、このバーガー野郎！え？ん？一人でらしくないことしやがって、死ぬとこだったぞ。いや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 、閉じ込められたんだって。
学校ならまだしも、こんな得体の知れないところに一人で入っていくやつがあるか。いや、ケンジの心配してやれよ。死んじゃったけど。スネオから話を聞いて、慌ててぶっ飛んできたんだ。感謝しろよ。なんか、優しさを感じたジャイアン。ありがとう、ジャイアン。ごめん。まあ、こいつの試し打ちにはちょうどいいものだったな。よしとしてやるぜ、怖。その大きな鉄砲は？紹介しよう。俺の新しい相棒、デザートイーグル。俺より先行くのやめて、ジャイアン。俺より一歩先の武器手にすんのやめて、ジャイアン。一発で頭もぶっ飛ばすぜ。デザートイーグルだって？なんだよ、スネオ。いきなりびっくりするじゃないか。ジャイアン、いつそんなものを手に入れたんだよ。日本にあるような銃じゃないぞ。そうなのか？静香ちゃんが見つけてきたんだぜ。俺様向きの銃だってよ。あ、今作の静香ちゃんあれかな？味方かもな。ジャイアンに手助けしてるってことはそうかも。静香ちゃんが？びっくりしたぜ。銃にすげえ詳しいし、カンフー映画みたいにゾンビ野郎の首輪しとる。怖えよ。広いんじゃねえよ、そんなの。人は見かけによらないって、ああいうの言うの。ちょっと引くわ、そんな話聞いたら。ジャイアンも十分怪物だよ。デザートイーグルなんて小学生が使える銃じゃないのに。その静香ちゃん今どこに？外から持ち帰ったもの、セナさんと保健室に運ぶ。外から持ち帰ったもの？あ、何？救援物資とかってことかな。ケンジさんとタロはどうした？こっちにいるって聞いてた。後ろ見て。ケンジさんはそこにいるよ。やめろ変な空気。ケンジさん、やられちまったのか。ごめん。謝るな。お前が悪いわけじゃないだろ。いやー、ケンジがここで死ぬのはな、変わらなかったか。これで生存者は、俺とお前とスネオ、静香ちゃん、セナさんか。まあなんか、ハルオとか、出来すぎとか、まあなんか、他にも生存者いっぱいいるけどね。先生とかさ。タロはどうした？ここに死体はないよな。あ、そういえばそうだよね。タロ、ケンジと一緒に、行動してたもんね。そういえば、完全に壊れちまったか。いや待てくれ、ケンジさんのインカムから鳴き声が聞こえる。何？呼びかけてみろ。勘弁してくれよ、ジャイアン。こっちも化け物に見つかっちまう。タロ一人で遠くに行けるとは思えない。まずは近くを探してみてよ。いや、てかさ、スネオお前ずっとさ、この、指示中だけどさ、お前も行動してろよ、ちょっと。そういえば、ケンジさんは青い化け物に閉じ込められたって。青い化け物って嘘だろ？おい、嘘って言ってくれよ。絶対違うよな。俺は信じてるからな。タロもここからは出てないんじゃないかな。青いバケモンだって、まだ得体の知れないのがいるのか。悲しいよ、俺は。ジャイアン、タロは僕が探すよ。そのバケモンが来ないように見張ってて。任せとけ、こいつで扉ごと頭をぶっ飛ばしてやる。いや、それじゃダメなんだよ。来たら呼んでくれ。逃げるから。その前に死体を片付けておくか。タロには刺激が強すぎ。小学生でこれを経験してしまったら、もうだいぶひねくれ者になるよ。うん、そうだね。人ってさ、死ぬために、いるんだよな、みたいな。化け物に太郎が育ってしまうから。これは隠した方がいいな。ケンジさんすまんな。いや、ケンジを救えなかったか。ピアノのケンジ。おい、太郎はいると思った、ここに。ここにいると思ったよ、太郎。ここに手紙みたいなのあるけど、拾えないか。よ、太郎。あの兄ちゃん！太郎よかった。せめて君だけでも無事で。ケンジ兄ちゃんは言わないでおこう。旅だったよ、韓国に。もういない。え、言ったの？最高。次は僕たちがやられるかもしれない。さらっと言いすぎだろ。お、ミニちゃん、これ、ここで見つけたんだ。ん？おー、カーリニースの鍵。ありがとう。のミニちゃん、僕のことはいいからもう言ってる。ダメだろ。何を言い出すんだよ。僕なんかがいたから、ケンジ兄ちゃんは死んじゃったんだ。察しがいい。パパだって、ママだって。いやいや、太郎化け物と戦えない僕なんかいたら、のび兄ちゃんだって死んじゃう。太郎！だから僕なんて、置いていってよ。一回ぶつわ、こいつ。え？おいおい、のび。太郎。いや、少し話をしないかでしょ、ここは。てんてんてんってなんだよ。少し話をしないか。話？確かに君は足手まといだ。一緒に連れていて役に立つと思え。本当に正直に言ったね、それは、のび太。ケンジさんだって、君がいなければ死なずにするとか。いや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 、なんてこと言うんだよ、のび太。もっとオブラートっていうか、そういう、どうやってそこから慰めにする？でも、ケンジさんは君のことを恨んでないと思う。どうしてそう言えるの？あの人の性格なら、嫌なら最初から君を連れていかない。まあそうだな。ケンジはヤンキーだからな、根っからの。ケンジさんでも一人は怖かったんだ。あー、その、心を、
怖さをこう太郎で癒してもらってたみたいな。あんな化け物、怖くない方がどうかしてる。いつ死んだっておかしくない。一人で街をさまよっていた時は、ただ嫌だ嫌だと思っているだけだった。死にたくないってね。今は違うの。金田さんみたいに保健室に閉じこもっていたかった。みんなきっとそうだったさ。危険だって分かってても、あんな怖い外になんか出たくなかった。でも君がいた。もっと安全な場所じゃないと、化け物と戦い君じゃ助からない。太郎でも安全な場所に君を連れて行く。そうすれば、僕たちも助かるんだ。みんな僕のために。そうだよ。君がいないと何も始まらない。おお。今でもいつ逃げ出してしまうかわからないんだ。すごい。太郎を守る、守るを理由として戦ってるんだよ、みんな。だからさ、もう少し、そのつもりでいさせてよ。うん、わかった。もうさ、納得、もうすぐ納得したな。僕、のび兄ちゃんたちについていく。ああ。もう、ケンジの分まで行きようぜ。外でジャイアンが待ってる。行こう。うん。逆にさ、ここで俺、太郎になんか話しなかったらさ、太郎死んでたんじゃないの？のび太の勇気が上がりました。お、勇気が上がると装備できなかった武器が装備できるようになったり、武器の性能が上がってる。ほうほう、いいね。なお、防護、あ、はいはいはい、オッケーオッケー。よし、なんとか太郎を納得させることに成功したぜ。じゃあ、ジャイアン、太郎を頼んだ。この状況じゃ太郎は俺が連れて行くしかないな。なんかあれば俺様を呼べ。もう一人で遠くに行くんじゃねえ。いや、もう早速俺管理人室という遠くの旅に出ようと思ってるんやが。太郎、ジャイアンの言うこと聞くんだぞ。ちょっと移動すんな。僕もう泣かない。ああ。泣かない。で、ケンジ兄をさ、ケンジ兄ちゃんどこに隠したの？ジャイアン。いや、こう隠せる場所ないんだけど。食べた？